のんちゃん行ってくんね。はい、皆さんおはようございます。和道です。今日は何日だ、2018年の何日だ、4月の20日かな。今日20日、4月の20日です。夕方の16時9分です。よろしくお願いします。散歩行きましょう。どうも。あれ、俺講座ってどこやったっけ。講座、あれ銀行口、あ、銀行口座、あれ銀行口座ねえな。あれ口座ってどこやったっけ。俺口座がわからんな。むちゃん俺の口座とかわかんないよね。うん、おお、みのむしさんはどつ、あったあった。こんばんは。おー、みーすけいらっしゃい。散歩に行きましょう。メガホンありがとう。プラプラしてくるよ。あーね、小江さんね、熱中症大丈夫だよ。俺部屋引きこもりだから、部屋から出ないから。みんなも大丈夫？東京暑いね。なんかおかしいね。異常気象だね。東京は。俺は大丈夫ですよ。コーヒーとかあるのかな？いいか。じゃあ行ってくるわ。はーい。OK。行ってきまーす。部屋にいて、いや大丈夫だよ、冷房かかってるから。部屋の中涼しいよ。暑いね。アフリカよりも体感温度暑いんだって。まあ、地震はさ、ほら昔からあるじゃん。だからね、暑さはとんでもないよね。地震はもともと日本は地震大国だからね。じゃ行きましょう。お出かけです。まずは駅前の方かな。新宿駅まで歩きましょう。
アドさんみたいな髪型になってさ、本当に。最近鮫島さんおしゃれだよね。めちゃめちゃおしゃれだよ。ごめんなさい、元の名前が分かんないと誰が誰だか分かんないっす。名前変わっちゃったら僕は他人になっちゃうんで。プロフィール読まないです。日差しすごいよね。いや、めちゃめちゃすごい。沖縄よりも沖縄っぽいもん。アフリカよりも日本の方が体感温度高いんだよ今。おかしいよこれ。これは倒れる人出てるでしょう、多分。異常気象だね。みんなね、誤解してるけどね、あの寒冷化って実はあの夏は暑くなる現象なんだよ。知ってた？寒冷化って寒くなるだけじゃないの。冬が寒くて夏が暑くなる現象のことを寒冷化っていう。あ、そうなんだ。そうそう、だから亜熱帯気候みたいになってくんだよね日本が。だから豪雨とかも亜熱帯地方特有の、スコールとかも多いでしょ最近。っていうのは集中豪雨だね。パーッと降ってザーッと。雨っていうのはずっと降るでしょ何時間も。そうじゃなくて沖縄とかのスコールってあのね、5分だけとかザーッて降るの。お天気雨の暴風雨みたいな、それがスコール。沖縄に住んでる人は毎日、もうほぼ毎日スコールみたいな状態で急に雨が降る。はい、こんにちは。そうね、夕立のもう突発的なすごい雨みたいな。布団とか干してると困るから、雲行きとかね大事だよね。東京暑いよ、コンクリートジャングルだし。
ゲリラ豪雨って言うんだ。スコールって言葉の方がかっこいいのにね。今日のんちゃん家でお留守番。のんちゃんは引きこもりだから家からめったに出ない。あ、お嬢って子供いるんだ、知らなかった。はい、こんにちは。おうちリプ大歓迎だよ。ただ、本人が嫌がってたら、返信がなかったら気を使ってほしいかな。リプは全然 OK なんだけど、本人から返信がなかったら察してほしい。今から銀行行こうかな。7ヶ月の子供がいるんだ。ああ、いい子に育つといいね。セミももうすごいギャン泣きだよ、ギャン泣き。あ、大きい子なんだ。お嬢は体格いいの？そういうのはやめてほしいかな。リプ、意味のないなんか、慣れ合いみたいなのはやめてほしい。リプね。バドミントンやってんだ。いいね。肩がっしりしてる女性かっこいいよね。最初に言ってっていうか、マナーは守ろうよ、うん、なんだろう、自己アピールするんだったら、自枠開きなよ。お散歩、お散歩。スマホ配信だよ、なんで？はい、ブロックです。水分取る取る。はい、こんにちは。ビ
PC の方が画質はいいけど、手軽なんだよね。機材が高くないからバッテリー5キロとか背負うの大変だからさ。本当は家でお留守番だよ。山内選手、今の時期やったらぶっ倒れちゃうかな。PC すごい重たい。大変だよ。PC だけじゃなくて俺バッテリー5キロの背負うから。だから外配信の時とか最近ずっとスマホ配信だね。筋トレっつうかもうなんか登山みたいな、そういう感じだね。そばは俺は誘われてないやつには自分から行かないかな。周りの配信者に迷惑かけたくないから。迷惑になっちゃうじゃん。パソコンの熱はね、あの Mac だったらオーバーヒートするけど、デッツノートは耐久性高いね。デッツノートはすごくいいよ。熱暴走起こしづらい。暑いね。暑い暑い。富士山登ったこと、俺ね山登りっていう登山の経験が一回もないかな、人生で。山登りしたことないね。レンズ割れてる？なんかおかしいかな。これつけてんだけど、元のレンズは割れてないんだけど、ちょっとこの広角レンズ良くないかな。はい、ワード2。なんかね、多分曇ってるんだよね。安い100均のレンズだから。割れてないよ。光の数値が入っちゃうのはね、多分レンズが安いレンズだから。汗じわっと出てるね。今風があるから涼しいよ。夕方だから日も落ちてきて、フレアっていうの、光の反射、お粒みたいな眩しいところになると玉が出る。これちょう真ん中の線でしょ、ここの。そう、これはレンズの性能が悪いから。広角レンズ3000円とかのガラスレンズだといいんだけど、多分プラスチックのレンズなんでしょ。磨かれてないレンズ。暑いな。ごめんなさい、アッシーさん、マナー守りましょう。ドンキで1000円台の買ったけど綺麗だった。1000円台だったら綺麗かもしれないね。1000円台いいかもしれない。
配信者はだいたい一番高い3000円ぐらいのレンズ使うね。そうだね、いい運動だね。そうそう、俺は新宿西口の方に住んでるから、今ね、国運タワーの前、こっちの方はのどかでいいんだよね、静かで。全然違う、オフィス街だね。汗出てきた。この辺分かりづらいよね。そうね、亡くなる人多いね最近ね。有名配信者が亡くなっちゃってるよね。のんちゃんは外出ないからね。これでも出るようになった方なんだよ。本当の引きこもりだから。はい、こんにちは。ごめんなさい、有望っていう人僕わかんないですね。のんちゃんいいよね。了解です。花火ありがとう、ロビーいつもありがとう。のんちゃん怒らない、めったに。のんちゃんが怒るときは俺を浮気を疑ってるときだけだから。俺も短期だけど、のんちゃんと一緒にいたからあんま怒らなくなったね。のんちゃん可愛い、マスコットキャラクターみたいな。のんびりしてるよ。スローライフだから。俺のテーマはスローライフ。のんびりやりたいことをやって楽しく生きるね、癒されるよね。素直で綺麗な心を持ってるから。暑い。汗かいてるよ今。俺汗っかきだよ。今何度なんだろう。わかんないな。すごい暑いよ。俺も部屋から出ない方だけど、たまに出ると蒸し暑いね。
ちょっとじゃあ今から銀行入るので映像切りますね。はい、こんにちは。映像切り替えます。銀行どこだ。あった。36度暑いね。半端じゃねえや。この写真ね、プロに撮ってもらった。銀行のカード持ってきたっけ。あ、やべ、通勤記入忘れた。ご利用ありがとうございました。で、通勤記入。いらっしゃいませ。よし、どうも。じゃあね、今度はね、通帳のコピーを取りに行きます。コンビニ。コンビニどこにあるだろう。コンビニどっかあるかな、この辺。コンビニ探します。
コピー機。どこにコンビニあるかな。コンビニ行きましょう。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。はい、こんにちは。でも風が強いからなんとかなってるな。風が強いからなんとかなってます。中野とかね、あの下北とかが好きですね、僕は。新宿住みにくいっすね、僕は。てかもう絶対住みたくない街ナンバーワンが新宿だった。やっぱ充電器忘れた俺。え、充電器買う？充電器あるんだけど配線を持ってきてない。残り 20% なんだけど。え、マジかよ。どうする？携帯のさ配信切るのやだよね。わあバカだ、充電器忘れたわ。100均であるかな。もうすぐ切れる携帯の 20% は。買うか iPhone。 アホだね、やっちゃったね。100均がねこの辺りないと思う。ヨドバシカメラ寄るか。やらかしたね。そう、まあ充電器ね、腐るもんじゃないし買っとこう。なえるね。ヨドバシカメラで今から買います。忘れ物多いな。なえるよね。じゃあヨドバシカメラ行って通帳のコピー取ります。あ、そうなんだ。ヨドバシカメラ先行こうか。ピアスは開いてるけどつけてないね。若い頃開けたピアスがあるよ。ヘッドホンするからね。本当はピアスつけたいんだけど、一個だけ左耳だけ開いてる。 18% だ。
残り充電 18% いやっすね、うん、エロいかどうかわかんないけど、スマホどこだ、すいません、スマートフォンの iPhone のケーブルとかってどこら辺で売ってますか。左ですか、ここ右、左斜め、あ、あそこ、あ、ありがとうございます。セクシーだよね、女の人もピアス綺麗だよね。あったあった、 1.5 でいいかな、3000円ぐらいするね。使うので袋から開けていただいてもいいですか。わかりました。はい。ポイントカード。会計が1700円です。はい。はい、お願いいたします。ポイントカードを表示するでいいですか。はい。はい、お願いします。失礼します。はい。ありがとうございます。1700円。開けちゃいますね。はい。開けてください。2200円で、はい、ここでお待たせしております。こちらは先ほど渡したんですね、はい、2200円をお預かりします。はい、お待たせしました。はい、500円のお題、はい、領収書です。はい、領収書、我々の我に道路の道でお願いします。はい、どうした、感激をしますね。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、充電1700円です。充電します。
し、OK です。見えてる？ OK。 見えてますか？あれ？コメント止まったな。見えてる。見えてる。危ない。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。通帳のコピー。通帳のコピーを取ってました。住んでるから遊びにって感じじゃないよ。まだ住んでる。ありがとうございます。お金下ろします。コピーしたんで。ちょっと銀行行くんで画像また切り替えます。あ、生活保護でね選べなかったんだよね。それどころじゃなかったの。生きるか死ぬかだったから。
子供の頃怖かったんだよね、新宿が。いや、ここの銀行やめよう。すごい怖かったよね、新宿。イメージがすげえ悪い街って感じだった。まさかね、絶対住まないって決めてた街に住むとは思わなかったよ。あんまりいいイメージ持てなかったんだよね。そうなんだ。東京楽しいよ。買い物したりとか遊ぶには楽しい街だよ。デートとか。ただ住むには不便かな。びっくりするよ。冷たいっていうかね、会話をしないね。人が多すぎて、もう人ごみが当たり前だから、人なんか人間同士のこう会話とかない。関西の人がよく言うよね、道聞いてもなんか変な顔される。関西が逆に絡みすぎなんだよ、あれ。よくみんな言うよね、関西の人は冷たい冷たいって。自分だよ。大体自分、まあ自分っていうか、のり飲んじゃう。変な、なんかこうお金、美容室でやると高いから1万5千円ぐらいいくから自分でやってる。じゃあ一回映像切り替えます。
なんか1日の限度額っておかしいよな。なんで自分のお金引き出すのにさ、ロックがかかるんだよな。すげえ腹立つ。俺の金なんだから自由に引き出していいだろ。はい、ただいま。そうね、東京はそういう街だよね。東京生まれ、東京育ちの人少ない。みたい、今。いいじゃん、静岡最高じゃん。うん、まあね、それはね、実は外国の人もびっくりしてるんだよね。ATM 手数料って。でも、まあ、何かしらではマネタイズっていうか、まあ、お金儲けは出していいと思うけど。銀行は本来金を貸して、そこの利子を取るのが仕事なんだけどね。西野とは連絡取ってないっすね、僕は。ただ元気みたいですよ。セフレの方が僕、リスナーさんでたまに来てくれるんで。西野元気で働いてるって。元気らしいよ。
まあだから手堅い案件しかね、手出さなくなったから、銀行がリスク取らなくなったから。銀行にお金入れる意味が分かんなくなってきたよ。だんだん本来の仕事はね、お金を貸すことなのにね。手数料ビジネス、まあだから楽天銀行とかは便利だよね。楽天銀行同士で振り込み無料じゃん。リアルタイムだし、ベンチャーが頑張ればいいんだよ。楽天銀行めちゃめちゃいいよ。最高だよ。何で働いてるか分かんない、日雇いかなんかじゃないかな。あんまり詮索しない方がいいよ。もう彼は彼で配信やめたってことは関わりたくないんでしょう。かわいそうじゃん、やめた人間を追いかけるのは良くないよ。タンス預金で全然いいんでしょ、金利つかないんだったら。銀行に入れておくメリットがないもんね。全然ね、答えるのが仕事だから、ありがとうなんて。俺はね、リスナーさんと関わって生きている人だから、そんなそんな見てもらって関わってくれてありがとう、こちらこそ。お疲れ。ついたな。色ね、2回入れてる俺は。あと薄くなったらすぐ入れる。あとね、長時間入れてる。あのね、ホーユーのストロベリー、ホーユーってメーカーあるじゃん。あ、ベコベコランドアイテムありがとうね。ホーユーのね、あのヘアカラーいいよ。ただ地肌とかについちゃうとすごいがっつり入っちゃうから気をつけないといけないけど、ホーユー、俺はストロベリーレッド。じゃあ俺さ、あのもう15分ぐらい、10分ぐらいかな、10分ぐらいしたらちょっと契約関係があるから、あの配信切ります。で、あのなんかその打ち合わせとかが終わったらまた配信つけるんで、また見に来てください。10分後切ります。マニパニ使ったことないんだよね。評判いいよね、マニパニは。マニックパニックだ。頑張るよ。腹減ったな。あのね、ガキの頃から髪は染めてたから得意なんだよね。うん、とか大変だよ。ちゃんと専門職だから。妹がね、美容師だったんだけど、もう大変だったみたいね。
あれは専門職だよ。いやいや、そんな全然プータローだっつったら僕は。美容室の人怒るよ。なめんな。暑い。見えるかな。あ、ペッパーランチ食べようかな。 200g999 円。ペッパーランチ食おうかな。これはね、あの普段ね身につけるもの変えたくないんですよ。変えないですね。だからファッションずっと同じ服着るって決めてんの。でもね、ちょっとね今ね髪全部黒く染めてジャケット着るようにしようかなと思ってんだよね。いつまでもこんなプラプラしてる格好だと仕事がもらえなくなっちゃうから。一応気をつけるよ。ありがとう。じゃあ皆さんここで切ります。ありがとうございました。フォローよろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。 YouTube もチャンネル登録お願いします。 YouTube、Twitter、ふわっちですね。お疲れ様です。